繊維産業今後どうなるか語って、まあ、あの、割とそのきちんと機能のある繊維をかっ作ってる会社は、その、その、あの、海外のなんか会社とあの合弁会社作って、繊維としておさえ収めて、で、その会社がなんか、ブランド品の服作ったりみたいな、ゴアテックスとかそんな感じの、があったりするので、なので、あの、ちゃんとその価値のある繊維を作ってるところは全然いけると思うんですけど、ただ、どこでも作れるようなものをも作ってるとなかなか厳しいんじゃないかなと思います。なんだっけ、あの、 鉄よりも硬い繊維を、どれかなんかとアメリカの会社が合弁で作ってて、最近あの、なんか山屋さん、あの山に登る人とかがあのよく使うザックとかで、なんか半透明なめちゃめちゃ薄いやつが結構売られ始めたんですけど、 あれもその、要は、あの、繊維会社としての技術を使って、で、それをまあ、売るのは下手なので、そこを合弁会社を作って、世界中でその、ザックだったりとか、あの、服だったりとかに使われてるっていうのもあったりしますね。えっと、旦那が繊維商社勤務なのですが、今後の繊維業界についてどのようにお考えですか私は不動産営業しており、二人とも安定した企業で生活資金面問題なのですが、不況を考え転職も一案で考え中です。またお時間があれば、入管法改正についてもお聞きしたいです。よろしくお願いします。 えっと、その、ま、繊維を売ってる、あの、要は、のその、透レとかじゃなくて、繊維開発してるところでなければ、単に売って横流して、アパレル業界に、あの、買ってもらうっていう仕事なんですけども、残念ながら、アパレル業界、今、世界中、かなりきついんですよね。そのあのまああの その,あのシャネルとかエル,ブあのルイ・ヴィトンとかそのあのハイブランドの方は全然売り上げ伸びてるんですけどそうじゃない服っていうのはかなり今、まあまあ、あ状況が悪く,悪くてそのリモートが多いので服買わなくてもいいよねっていう状況になってるのであんまりみんな服買いませんとでただ最低限の服必要だよねっていうのでじゃそのベースになるやつだったらいい質のものがいいよねっていうので、まあ、ユニクロでいいんじゃねっていうのユニクロは結構売れてるんですけど その安かろう悪かろうちょっとおしゃれっていうあのザラみたいなラインっていうのが今全然売れないですよねっていうのがあるのでそこにあのその繊維を収めている繊維系の業者っていうのもかなりきついままだと思いますあのまあそのコロナが解決したとしてもリモートワークが増えるはあんまり変わんないと思うんですよねなのでそ,のそこまで服とかにお金かけなくてもいいよねっていうのが変わらないと思うので なので、なかなかきつい状態は変わらないんじゃないかなと思います。ただ、その、透レとかそういう、あの、新しい技術で、その、特殊な布を作ってますとかだと、例えば、あの、マスクで使われてる不織布とかも、その、不織布メーカーみたいなのも一応、繊維業だったりするので、なので、そういうところに関わってるんだったら、まあ、今はちょっとマスクの、あの、需要は抑えられましたけど、突然また世界中でマスク大事だよね、みたいになったりすると、ボーンって価格が上がったりするので。なので、その、特殊な技術に関わってる商社とかだったらいいんじゃないでしょうか。 えー、タオルメーカーによります、今後どうなりますかどういった会社が残りますかまあ、あの、今はりのタオルとかが割と有名だったんですけど、あんまり売れなくなっちゃった方が、ね、コスプレの街になっちゃったみたいなのもあったりするんですけど、基本的には外国の人が作れる質のものしか作れないのであれば、日本国内で作るっていうのは厳しくなると思うので、なんか超高級素材とかブランド品の方向に。 行くしかないと思うんですよね。ノベルティとかだったりの。なのでそのなんかじゃ例えばそのアニメキャラのタオルですみたいなので100枚限定ですごく質のいいやつを作るみたいなっていう感じでそのあの少数で高いっていう方向でやらないと難しいんじゃないかなと思います。これからの日本の繊維業はどうでしょうか。えっと日本の繊維メーカーは大丈夫だと思いますけど、ただその繊維を作るのが日本の工場なのかっていうと多分違う国の工場になるんじゃないかなと思います。日本は人件費高いので。 皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげわじでした。バイバイ。